1954年創業、南砺市にある丸井木材工業所。木材のトレーや漆塗りの生地などを製作しています。木工作家吉藤彩子さん、実家の木材工業所を手伝いつつ、製造過程で生まれる端材を使ってちょっと意外な小物を手作りしています。11年前にブランドマールー印を立ち上げ、イベントやネットなどで販売しています。彩子さんは日々出てくる端材がもったいないという思いから作品作りを始めました。基本的に材料を用意して作るってことはしてなくて、あるものから何ができるかなって考えて作ってるって感じですね。はい、可愛いものを作るのがやっぱ見るのも好きだし、作ってるのもすごい楽しいです。はい、父で2代目の国幸さん、これまで端材は処分するか薪ストーブで燃やすなどして使ってきましたが、娘彩子さんが始めた端材を使う発想に驚いたそうです。会社の仕事をしながら自分の時間で作っとるんですから、まあ、体がどうかなという心配、僕らはもう口挟む余地がないんで本人に任せるしかないかなというふうに思ってはおるんですけど、作品作りは端材の形、大きさ、色を見てどういうものにするか考えます。端材を使って物を生み出すっていうところに喜びを感じているので、今これからもずっとその端材を使って人に喜んでもらえるものを作るっていうことをしていきたいですね。はい、木を身近に感じられる場所で生まれ育った彩子さん、捨てられるはずの端材から木のぬくもりが感じられる小物たちを丁寧に生み出しています。